いどうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースバンザーズビッグトーフブリトーで、あのブリトーって何かなってグーグルで調べてみたんですよ。そしたらこう出たんだよね。メキシコ料理でトルティーヤに肉、豆、チーズを包んだもの。何ですかねこれブリトーって確かセブンとか売ってなかったっけ。まあそこんとこは置いといて早速始めていきましょう。クリア率は 1.55% で、サムネにさ初代スキンのクッパが乗ってたじゃん。あのクッパがいたらなんとなく面白そうなトロールコースって思っちゃうんですよね。さあそれじゃあ左にハテナブロック、右にオンオフがあるね。左のハテナ叩いてみます。痛い痛い。開幕サカーノー。それじゃあ右が正解だったね。オンオフを叩いてすぐ右に逃げよっか。多分それでやってる。いや隠しブロックが分かんないって、さらにバブルが降ってくるとかさ、二段構えして来やがった豆腐さん。じゃあこの氷を溶かして青ブロックが変わる。青ブロック変わんないね。あれどうやって変わるんだろう。この左上の四角怪しくない。ここよし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 。そしてチビになって下に行けばいい感じか。うわどうしよう。このキノコを取るよ。キノコ取って右上に行く。絶対これで合ってる。そんでこのまま、それじゃあここ右に行き過ぎたらバネがあるからね。こっからジャンプする。そんで上に行くのか。うわ左下にファイヤーが出てきやがった。くっそ続きで壊してくれマリオ上じゃねえ、壊すのは左だ。じゃあここさ一旦右に行ってここで左に戻ればいい感じかな。なるほど、これでファイヤーボールが取れるっていう感じで。そして土管に入っていきましょう。絶対こっちやってる。もうこっちしかないもん。あ、今日はもう中間ポイントくれるんだね。うわピンクコインコースかよ。どこに行こう。一番下から行こうか。今回一番下の赤い土管から入っていきたいと思います。さあここ何もしないやかったね。じゃあこのまま上に行って、うわーあのピースイッチポキャーそれじゃあ右下のボム兵が爆発してデカキノコを取ればいい。そういう感じだよね。よっしゃ行きましょうこれで。いやちょっと待ってね嘘でしょ。えどうやって行けばよかったんだろう。いやまだ左ワンチャンあるよ。ここ何か救世主あって、なんでまた火が出てくんの。避けるよ。見てこの反復横跳び見てよ。シュッ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 。じゃあボム兵が爆発するより早くデカキノコを取らなくちゃいけないと思うんですよね。なんで早く進んでこのデカキノコを取る。オッケー。そしてここどうしよう。下針があるね。でも足場ないからこのカロンのコーラー取っていく。どこ行ってんの。嘘でしょ。なにここ。うわどっか入ってた。えどこ行った。どこ行った。何やられたじゃああのカロンのコーラ取ったらダメだったんだね。多分このまま下に行って爆発して壊れる。よしよしよし。うわこの辺でなんかありそうだな。落とし穴とかない。大丈夫。じゃあ P が鳴りやんでここで左ダッシュするよ。多分それでいけるでしょ。で上うわくっそ左上のピンコイン取らなくちゃいけないでしょ。こっちは何をどうせやられるパターンでしょ。あ、中間ポイントあるね。もう一回今んとこやり直しみたいな感じだよねきっと。ジャンプ連打して取ってみるね。この辺から取れる。よっしゃよっしゃ取ることができました。しかも火も避けるという神業。なんで氷かなんか溶かされたんだろうね。なんでギリギリで取ってみるね。これよしよし。多分これで次に進めるっていう感じだろうね。はい、それじゃあ今左上のこのガリガリにやられてね、ちょっとリセットしたところでこの黄色い土管に入っていきたいと思います。さあ次はリンクがある。このリンクを取ってビッグインまで普通取れるでしょ。そしてこっからどうするかなんだよな。キノコがあってこのブロック、うわ壊れないか。じゃあ一旦当たってさこのキノコになって上のブロック壊す。そしたら上に行ける。あっつあっつ冷えてるどうしようこれ左下罠っぽいよね。でも行ってみる。こっちが正解でしょ。なんでなんもないのじゃあこの50コインのところダメだったんで、この砲台に乗った瞬間右押し一発、多分これでいける。あ、なんもなんないね。罠らしき罠なんもなかったね今回。次はうわここが罠じゃねえかさあグラウンドパウンドって
って書いてある意味は分かんないんですけどね。左のヒント、あのリフトの左下にオンオフブロックがあるから、あれを変えれっていう感じだろうね。じゃあこのリンクを取って突き刺し、これで何か変わる？なんか変わった。そこは変わらんでいい。なるほど、オンオフによって罠を変えてくるシステムね。もう読めたよこの方のコースで。ここでキノコを先に取らない、いや取っておこう、取っておいて上までは絶対行かなくちゃいけないと思うんだよね。ここは合ってる。そして今度左下が正解だよ、きっと見てて。え、それじゃあさっきと一緒なんかな。絶対この放題とこ違うと思うんだけどな。右を進化しておくよ、右を進化。合ってる、合ってらっしゃる、僕合ってらっしゃいました。じゃあこのドア入っていくね。でまたドアに入る、オッケー。今度は左の方のドアに入っていこうか。もうそこやられたと思った。もうそこやられてんじゃねえか。それじゃあ次は左を進化しながらジャンプ、多分これでいけると思うんだよね。あら、いけないね。あ、いけたいけた。そしてここジャンプすれば砲台がなくなる。そうでしょ。これ避けれるかな。ちょっと挑戦していい？無理。それじゃあここはジャンプしてツタに捕まる、多分これでいいと思うんだよね。さあ上に行っていいのか、どうなんだ。この辺なんかありそうだな、アイテム出てきそうな予感がプンプンするぞ。一旦右に走っていくね。やべえ、こいつはやべえ、乗っていこうか。ダメくせ。いや合ってんじゃないのこれ。やった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 。くそ。ここでジャンプしたら隠しブロック出てきたよね。なんで右を進化する、そしてバネを回避して右に行く、行け。よし。これオンオフしなきゃいけないのかな。オンして、うわどうしよう、ここもう、もうこれ絶対罠でしょ。こっちどうしないの、これ下に行ってやられるしかないやんか。もう下に行ったテレサの場所でしょ。いやここマジむずいよ。左を失敗しておくね、左を失敗、そして回避できる。どっちから行こう。いや右はダメなのか。なんでこの土管しかないと思うんだよな。この土管入ったら多分中間ポイントのところまで戻してくれる。よっしゃ。あと1個、あと1個。それじゃあラスト一番右上のこのドア入っていきたいと思います。さあ、あ、 USA じゃねえか。この50コインのところは多分罠だよね。なんでこの辺で持っておく。これブラパ当たり判定広い。いや、これが合ってるパターンあるよ。この状態で蹴る、それが正解でしょ。どうしようもね。じゃあこの下に足場があって当たり判定なかったから、この状態で投げるじゃん。なんで投げさせてくんないの花。こっから投げたらいけるみたいな。あ、なるほど、やっぱブラパのせいだったんだよきっと。でここで雲抜いて砲台乗って右を失敗、絶対それでいける。よし。わ、でもバネが待ち構えてんじゃねえか。これいけんのかな。あ、いけるね。なるほどなるほど、じゃあこのまま下に行こう。ここでさ USA 取って抜けんね。じゃあさ、ここ普通に下降りて、そしたらこの土管に出てくる。あ、やっぱそうだよね。そして全部のコインが集まったっていうわけか。ただこのコインを取ってもさ、鍵開けるじゃん。そしたらキーですみたいな感じの今までに多いよね。どうなんだろう。やっぱりそうじゃねえか、マジかよ。いや、これゴールドの可能性あるよ、このツタ。頼む、ゴールであって。どうだ。くっそ。悔しい。一旦オンオフしていこうか。じゃあ、いや、オンオフしたらダメなのか。じゃあこのまま上に行って。ピーピョキングピョキングピョキング、救済措置くれたよ、ほら鍵くれた、優しい。また集めなきゃいけないとかね、ちょっとビビってたんですけど。さあ進んでいきましょう。ここは右を失敗、さっきと違うやんか。罠変わってるパターンね、オンオフがちょっと違うもんね。じゃあここでオンオフをして下に降りれっていう感じか。次はこれ、
ゴールとかないよね。あ、やっぱないよね、そういうのは。で、ここですぐ上に行く。はだじゃあここは叩いて何もしない。よしよしよし、そんでオンを押して B を叩いてすぐ下に行こうか。多分これでもうゴールがあると思うよ。 GG ハテナ。うわマジかよ、ハテナとかいらねえって。ここ上、そして絶対ゴール、絶対ゴールだよ。あの剣ボーランガーよら当たった。下のゴールが当たりました。めっちゃ気持ちいいわ、当たった時。それじゃあどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、一発マリオその22ということで、このコースですね、リンクを取ってブラパをどうにかしなきゃいけないと思うんですよ。ただブラパの後ろにバネがいるよね。なんでリンクの盾で押し返してもブラパがこっちに来ると思うんですよね。そのブラパをどうやってくぐっていくのか楽しみですね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.49%、 なかなか難しいと思うんですよね。まずこのリンクを取って普通にさ盾で押し返してみようか。どうなんのかな。いやマジで無理じゃない、こんなのマジ無理じゃ。あ、わかったわかった、ちょっとずつバネが後ろに行ってるね。なんでこれを10秒以内にこのブラパを押し出せっていう感じじゃないかな。はだおい10秒以内めっちゃきつくない。ほんの少しずつしか移動してないもんね。あと2秒しかね。いや無理じゃんこの。あー分かった分かった、あそこまで行けばブラパが上に行くのね。ただゴールバーにバネがあったらさ、ゴールできるのかな、どうなんだろうね。まずそこまで行ってみなきゃ話になんないからね、早めに行きます。いやこれ結構やってるけどなかなか難しいんだよね。この方前もさコースしたと思うんですよ。アハホヘイさんだったっけ。結構ふざけた名前の人なんですけど、ここからくっそ、あれどうやってゴールするんだろう最後。じゃあ最後にバネとさゴールパーが重なるじゃん、そん時さ突き刺ししてみようか。それでいけないかな、頼む。ここら辺でしょ、こっから突き刺し間に合わねえ。もうちょっと早くしろっていうことだろうね。さっきの方がまだ早かったね。ちょっと集中するね、こっから。うわダメだ、跳ね返された今。じゃあ最後はもう突き刺しダメっていうことが分かったね。なんであのバネを埋まったら爆弾かな、爆弾出してこう。あなるほどそういうことね、あのブロックが壊れてゴールできるっていう感じか。ということでもうゴール方法分かりました。最後に爆弾を投げてあのブロックを壊せっていうことだね。ただそん時に自分が離れておかなくちゃいけないんだよ。いやどうもありがとうございました。これほんと好き、こういうの。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。